おはよう。おはよう。もう起きる時間。私も眠い。眠い。部屋の外から呼んでも出てこなかったから、ハルキ、朝ごはん作るの手伝ってほしいって。うん、初めてこの部屋に入ったけど、殺風景とまで行かないまでも少しつまらない部屋ね。そうね、もともとは蓮さんの部屋であって春樹の部屋じゃないものね。そうね、でも地味なのは好きじゃない。もちろん。わかった。違いがあまりわからない。本当にそれだけ？いいえ、あんまり気になってないわ。ボールって？卵ってどうやって割るの？そんなことない。わかった。
大丈夫。ちょっと手が滑っただけだから。そうね、スキルアップを狙いすぎて少し早とちりしたかもしれないわ。何？火止めるだけ？わかった。なんか黒いものが。リコ、お腹空きました。なんだこの真ん中にある黒い。スクランブルエッグ。スクランブルエッグ、本当にそうなのか、アルキ。これが？だって黒よ。こんなもの食べたいと思わなくて当然よ。みんな春樹が作ってくれたものを食べればいいの。今日は私が当番でも、ここにあるほとんどが春樹が作ってくれたものよ。だから安心して。わかった。大丈夫？ええ、大丈夫です。ありがとうございます。申し訳ございません。お怪我はありませんか？ええ、問題ないわ。水もかかってないから。
ごめんなさい。でも少しつまずいただけなんで別に支障はないです。そうかもしれないけど。大丈夫ですから。ごめんなさい。だけど本当に問題ないですから。チョコタルト1、ストロベリーケーキ1。あいよ。チョコタルト、ストロベリーできたぞ。はい、今行きます。お待たせしました。こちらがストロベリーケーキになります。そしてこちらがチョコタルトになります。チョコタルトじゃなくてチョコレートケーキを頼んだぞ。え？申し訳ございません。すぐにお取り替えいたします。おい、そのチョコタルトはどうなるんだ？一応破棄するのが決まりですが。まあ、だったら食べるよ。たく、もったいないことはしたくないから。すみません。俺はしっかり、チョコレートケーキって言った。おそらく。どうしておそらくなんだ？すみません。注文を聞いてるときに、他のことを考えていたみたいで。俺が注文しているときにお前は他のこと考えていたのか？ああ？ちょっと、お父さん。うるせえ！お前は黙ってろ。お前は真面目に働いてなかったってことか？俺は注文を間違えられたことに、申し訳ございません。こちらからも厳しく言っておきますので。俺は注文を間違えられたことに怒ってるんじゃなくて、真面目に聞いてなかったことに怒っているんだ。すみません。ありがとうございます。ふぅ、いろいろ言いたいことはあるけど、今はもう中に入って休んで。すみません。ハルくんも休憩の時間よね。一緒に休んできていいわ。
ありがとう。私、注文を取ってた時、他のこと考えてた。今朝のこと、今朝の朝ごはんのこと。失敗してみんなに食べてもらえなくて、みんなが気にしなくても私は気にする。どうしたらみんな食べてくれるの？なんでそんな人事みたいな言い方するの？私は失敗したくないから、わざわざ春樹を朝起こして手伝ってもらったのよ。それなのにどうして？私、わからない。もう、ハルキやユリカさんが簡単だと思っていることでも、私にとっては難しいの。ちゃんと指示してくれないと、わからない。スクランブルエッグの火の加減だって私、わからない。私も悪いの。私が最初からもっと料理ができていればよかったんだもの。そうすれば春樹に迷惑かけることもなかった。これからは一人で作るわ。今日はありがとう。ありがとう。さっきは春樹に当たったりしてごめんなさい。失敗したことが悔しくて、誰にも食べてもらえないことが悲しかったから、それで仕事場にまで引きずるのはみんなに申し訳なかったから、お冷やをこぼした時も強引に仕事を続けさせてもらったの。うちにいただくわ。ほら、二人ともとっくに休憩時間終わってるわよ。なになになに、二人とも怪しい。別に。へえ、仲良く二人で紅茶ねえ。ハルくんが入れてくれた心も温まる温かい紅茶。おい、ゆりか、コーヒー注文入ったぞ。って、何集まってんだお前ら。なんか愛と春樹は顔赤いし、
なんかあったのか。さあね、仲良きことは美しきかな。はあ、まあ、イチャイチャするのもいいけど仕事はサボらないでね。そうね。おはよう、ハルキ。勉強、料理の勉強させてほしい。これで合ってる？猫の毛？にゃー。でもない。今日は失敗しなくてよかった。私はハルキが当番の日も勉強しに行くし、私が当番の日も手伝ってもらいたい。それとも、ハルキはこうして勉強しに来られるのは迷惑？それなら、これからも安心して勉強しに来られるわ。ありがとう。
すごいね。こんなに豪華な朝ごはん作れるなんて。豪華なのはすげえけど、俺腹減ってるんだな。早く食おうぜ。レンさんの言う通りね。冷めないうちに食べましょう。いただきます。ハルキ、今朝はありがとう。さっきちゃんとお礼言えてなかったから。ハルキって優しいわね。でも私はちゃんとお礼をしたかったの。よかった。ありがとう、ハルキ。おい、何にやついてんだよ。とっとと着替えろ、アホ。いい？接客の基本は笑顔よ。どんなに美味しいコーヒーが出せても店員の笑顔がなきゃ全て台無し。逆に笑顔があれば他に何もいらないの。呼ばれたらすぐ行く。基本注文よりお会計が優先。そうだ、ハルくん。
胡蝶蘭に飾る花をハル君に咲かせてもらおうと思って。
私はね、そんなもの見に来たわけじゃないぞ。見せてくれなんて一言も言ってないだろう。当たり前だ。ライバルどうしてそんなものを見せつけられなきゃいけないんだ。いいか、私はね、君と同じ花を咲かせる。もう無理だ。そのうち見せてやるからな。いや、君には見せん。とりあえずユリカブレンドだ。なあ、コーヒーは君じゃなくてユリカちゃんに持ってきてもらいたい。私のファンなのよ。そう、ファン。私のことが好きで来てるのよ。別に悪い人じゃないわよ。私の近くに連さん以外の新しい男が現れたのがきっと気に食わないのよ。ハル君なんかよりあのおじいさんの方が
何？はい、なんともありませんけど、ちょっとだけ驚きま…おい、なんかすげえ音したけど、なんかあったのか？おい、どれだけ割ったんだよ。それより、ハル君の方よ。怪我はない？よかった。ハルキに怪我はないのはいいけどな。この損失は大きいぞ。蓮さんったらすぐにそんなこと言うのね。少しは気を使ってあげてよ。失敗は失敗だろ。こいつのミスだ。甘やかすとまた同じ失敗をするぞ。蓮さん。レンさんはああいう人だから。ハル君に怪我がなかったことと、あの時間にお客さんがいなかったことが幸いね。そんなに落ち込まなくても大丈夫よ。誰にでも失敗はあるんだし、これくらいなら私だってするわよ。今日がたまたまハル君だったってだけだから、落ち込まないでね。そうは言っても、カップが足りなくなっちゃったのは事実ね。今あるカップの数、椅子の数よりも少ないもの。まあそうね。責めてないから、そんな顔しないで。ほら、今度なんか買ってあげるからね。よしよし、こんなの新しく買えばいいんだから。出てくるのは悲しい気持ちだけよ。え？今なんて？ハル君のお姉ちゃん？それもそれでいいか。
バカかお前ら。バカとは失礼ね。いや、バカだろ。逆に私がバカという結論に至ったの？それがレンさんの答えなの？ひどいわ。ふざけてる暇あるならとっとと買いに行けよ、コーヒーカップ。当たり前だろうが、お前が割ったのもう忘れたのか？あ、じゃあついでに夜ご飯のお肉買ってきて。ひき肉 300g。 何かお探しですかね？ユリカちゃんに迷惑をかけたのか。これじゃあ君を雇う利益よりも損失の方が大き。まあ状況は把握した。私はね、この養豚器屋の店主なんだ。一つずつ一つずつ丁寧に作る。そう、すべてだ。どうだ、すごい
否定されたか？陶器としての味を引き立たせている。シンプルイズザベスト。ゆりかちゃんの趣味に一番合うのはこれだ。
じゃあ、私は私なりの方法で花を咲かせ、彼女を笑わせてみよう。おかえりなさい、ハル君。重かったでしょ。私が好きそうなものを選んでくれるのよ。でもそれがかなり的を得てるのね。へえ、今回は動物の絵が描いてあるのね。素敵ね。言葉でうまく言い表せないんだけど、悲しく…いえ、悲しいのとも違う…なんだろう…何かが足りないような…だけど、私切なくなるようなことなんてないんだけどな。毎日とっても楽しいのに。どうしてなくなるの？
ハルくんらしい遠回しな言い方ね。でも、そうは言っても、今笑うのは難しいわ。それ、今朝渡した種？ありがとう。私の笑顔が好きって。そっか。もっと笑わないとね。ハルくんのためにも。陶器屋のおじいさんが作ってくれたものね。嬉しいわ。お部屋にでも飾りましょ。あと、今度来た時ちゃんとお礼言わないとね。
ロマンブレンド一つ。ユリカブレンドも一つです。もう一回お客さんのところへ行って注文聞いてきて。はい。チョコタルトですね。わかりました。おい、リコ、走るな。まずは今日のこと。リコちゃん、確かに今日はいつも以上に混んでいたし、仕事の量も多かったわ。リコちゃんは日頃から失敗は多いけど、それにしても今日は多すぎね。はい。失敗
敗は誰にでもあるし、リコちゃんの性格的な部分も少なからずあるのは事実だと思うわ。今日は誰もフォローに回れなかったほど忙しかったんだから、いつも以上に気を引き締めてもらわないと。頑張ります。そのことだけじゃないわ。いくら悲しくったって、お店の真ん中で泣き出しちゃうのはダメ。周りにはたくさんお客さんがいるんだから。わかればいいの。次からは気をつけてね。いつか必ず似たような日は来るんだから。厳しく怒ればいいのに。今日はリコちゃんを怒るためだけに集まっているわけじゃないの。当たり前じゃないの。それだったらリコちゃんだけに話すわよ。それで何の話をするんですか？まあまあ、そう焦らないで。私もいいと思います。リコもです。何？みんなから許可をもらいに来たわけじゃないの。新メニューを出すってことは、私の中じゃもうとっくに確定してるの。ではどうして集まっているんですか？ナイス、アイちゃん、いい質問ね。みんなにその新メニューの案を考えてもらいたいのよ。はい、はるくん、一番早かった。決めてないけど、できればコーヒーがいいわね。確かにそうね。できればなんだから、別にコーヒーにこだわる必要はないんだろ。ええ、そうよ。何かある？ないな。胡蝶蘭はシンプルなメニューが多いから。何かシンプルでないものに挑戦するのはどうかしら。シンプルじゃないもの。それじゃあこうしましょう。明日の夜までの宿題。今日はこれでとりあえずお開きにするから、明日までに最低一つは考えてくること。いいわね？了解。わかりました。寝るからな。
外はいいからこっち手伝え。リコ、やけに眠そうだな。どうせ昨日多く失敗したから罪滅ぼしにでも夜更かしして新メニューでも考えていたんだろう。確かに昨日ユリカに新メニューを考えておくようにと言われたが、それは仕事に支障のない範囲でってことに決まってるだろう。行かなくてもわかる。リコの気持ちなんて蓮くんにわかるはずないです。ああそうとも、俺はお前の気持ちなんてわからねえ。そんでもお前の考えていることは手に取るようにわかる。中に入れ。昨日言った新メニュー考えてきたわよね。
もらうからね。まずは、と行きたいとこだけど。リコちゃん。はい。昨日の話聞いてた？だったらどうして同じ失敗をするの？今日は昨日とは違うんです。どう違うの？昨日みたいにお客さん多くて焦ってたってわけじゃないです。それならなおさらじゃないの。焦っていなくても失敗は失敗。できてなかったってことでしょ。原因は違くても同じ失敗よ。旗から見れば何ら変わりはないの。違う。違う？違くないです。昨日私が言ったのはお客さんが多くても焦らないようにしなさいってことだけじゃなくて。わかる？眠くても頑張りなさいってことですね。違う。失敗をしないように心に余裕を持ちなさいってこと。眠くちゃ余裕も持てないでしょ。わかった？はい。今日はちゃんと寝ます。リコちゃんを叱ったことだし、本日の本題。それじゃあ新メニュー、みんな考えてきたわよね。ハルくんも考えてきたんでしょ。じゃあまずはハルくんから。ライブルナ、え、なに？そんなに自信あるの？お、マジか。ハルキやるな。自信にあふれてるハルキ、少しかっこいいかも。大体わかるわよ。どうせコーヒーの上にモンブランケーキをのせるとかそういうのでしょ。それ美味しいと思うの？まずいわ、間違いなく。ってことでハルくんはダメね。私ですか？そう、アイちゃん。
ズケーキ粉。却下。え？あれでしょ？チーズケーキがコーヒーの上に乗ってるとかそういうのでしょ？はい、そうです。それ、美味しいの？多分。多分美味しくないわ。ハルくんもだけど、コーヒーの上にケーキが乗ってるのってどうなのよ。ってことで次、私が行くわ。ショートケーキコーヒー。ほか。いった、何するのよ。私のプレゼン中じゃないの。アホか。何よ、2回も言わなくてもいいじゃん。ゆりか、さっき自分でコーヒーの上にケーキが乗ってるのってどうなのって言ったの覚えてないのか。却下しといて、自分は却下しないのかよ。私のは特別よ。美味しいわ。ないわ。はいはい、終わり終わり。まだレンさんとリコちゃんのを聞いてない。知れないわ。なんだ、夜更かししてたくせに何も思いついてないのか。聞いてるうちに忘れた。何それ。ほら今日はダメだ、もう終わりにしよう。どうせレンさんも私たちと同じようなこと考えてたんでしょ。じゃあな、俺はもう寝るから。行こう、今日はちゃんと寝ろよ。はい。私ももう寝るわ。
こちゃん、失敗しなかったね。どうだったのか、それは残念。それで大変素晴らしいことですね。リコちゃんはチョコレート好きかい？チョコ、リコ、甘いものなら何でも好きです。ありがとうございます。ああ、喜んでもらえたなら何よりだよ。まだ閉店まで時間あるけど、頑張ってね。終わったわね。今日も一日お疲れ様。今日は失敗少なかったわね、リコちゃん。おかげさまで。失敗数がゼロってわけじゃないけどな。褒めてねえよ。リコ頑張ったから、お腹空いた。メン君、ご飯まだ？は？今仕事終わったばっかだろうが。だってお腹空いたんだもん。
リコちゃん、チョコレートなら裏にもあるわよ。レンさんがいつも買ってきてくれる高いやつが。おい、あれはチョコケーキ用なんだからリコにはあげねえよ。一つくらいいいじゃないケチ。よくねえよ。リコ、お客さんにもらったチョコがいいんです。それじゃあ、かっさったな。あ、ハルキ。マル君、どうかしたの？私にも飲ませて。ああ、リコがもらったんですよ。いいじゃない、減るもんじゃないんだし。減るだろ。本当だ、美味しいわ。私も一口だけ欲しい。はい、どうぞ。リコのですってば、返してよ。おいしい、さすがハルキね。そうだ、このチョコレートドリンクを新メニューに採用するのはどうだ？いいわね、それ。じゃあ、コーヒーの中にチョコレートを入れるのはどうですか？コーヒーとチョコレートね。リコちゃん、それナイスアイディア。やってみましょう。甘くて美味しい。リコもです。カフェオレのミルクの部分を代わりにチョコレートドリンクを入れてみたの。甘くなりそうだからコーヒーは細引きの濃いめでね。確かに美味しいな。甘さもしつこくなくといって薄いわけでもない。
ちょうどいい味だ。レンさんに褒めてもらえれば安心ね。それじゃあ正式にチョコレートコーヒーをコチョウランの新メニューに採用します。ハルくんもだけど、元はといえばリコちゃんのチョコのおかげね。ポケットの中で溶けていなきゃ思いついてなかったんだもの。リコちゃんにはそれなりのご褒美をあげないとね。給料アップ。そう行きたいところだけど、最近失敗多かったからそれをなかったことにしてあげる。やったー。よしよし。お待たせいたしました。こちらがチョコレートコーヒーになります。これがコチョウランの新メニューね。楽しみ。おいしい。ありがとうございます。普通のコーヒーとも少し違う、スイーツ感覚に近い飲み物ね。コーヒーとチョコレートのバランスもよく考えられているのね。わかりますか？もちろんですよ。とっても美味しいです。これ、やっぱりゆりかさんが考えたんですよね。違いますよ。考えたのはリコです。あなたが考えたの？とっても美味しいわ。また友達を連れて飲みに来るわね。ありがとうございます。こら、跳ねないの。今のリコちゃんがずっと続けばいいんだけどね。